新井綾瀬は日本の女性モデル、ベースクイーンである。兵庫県高砂市出身。愛称は、アーニャ。以前は、赤グー、綾江の芸名で、オフィスアイに所属していた。2015年、ミス湘南にエントリーし、ファイナリスト14名の中に残る。その後、オフィスアイに所属し、同年10月24日から25日のスーパー対9、鈴鹿サーキット戦に、 A&D レーシングプロジェクトの RQ として、スポット参加。翌2016年、エビハラ・メイ、ミサキリノと共に、スーパータイ Q、チーム G、モーション、エールガールズとして活動。これが、本格的な RQ デビューとなった。同年には、ミスト・スポー2017のファイナリストに入ったが、受賞はならなかった。また、事務所の同僚だったエビハラと共に、 モ,モジャパンブースのアンバサダーを2016年から2年間担当し、2017年と2018年の東京オートサロンにも参加。2017年のスーパータイでは GK エンジェルとしてチーム G、モーションの r 級を務めた。2018年はスーパータイ級、ジェイズレーシングドリームガールズを務める傍ら、トーナーズとして、 自身初となるスーパー GT300 クラスの RQ を担当した。2019年3月末をもってオフィス愛を退所。翌2020年に芸名を新井彩さんに改め、同年と2021年のスーパー GT 個性チャプターのレースクイーンを務める。ミストスポ 2017PR 応援動画赤具あやえ YouTube2021 年9月5日閲覧。 ゲーナーオフィシャルチャンネルスーパー GT2020 ゲーナータナックス GT-R11 号車個性チャプターアーニャこと荒井あやさちゃんからのメッセージです。YouTube 2021年9月5日閲覧ありがとうございます。